今回は大容量収納可能な財布をお探しの方にぴったりな、少し変わったギミックの詰まった長財布のご紹介です。それでは今回もよろしくお願いいたします。オールハンドメイドのレザーショップ黒川が手掛けるクラッチーのネクスト2、幕開けにてかなりの数の応援購入を獲得したクラッチーのクラッチーのネクストに続く新作の長財布になります。お値段は税込み 18,700 円。ただいまクラファン期間中で、この期間だけ特別価格で購入できます。サイズは縦が9センチ、横が17センチ、厚みは 2.2 センチほど、横幅はほぼ1万円と同等サイズ。このサイズで紙幣を60枚、カードを33枚、小銭を25枚、鍵を3本と驚くほどの収納力を備えています。この財布、革、そしてホックに使うパーツまで全て日本製で作られているメイドインジャパンの革財布。製作者のこだわりの詰まったハンドメイドの温かみを感じられる仕上がりです。デザインは至ってシンプル、シンプルだからこそ革の風合いや経年変化を楽しめる作りです。使われている革はスムースでツルツルした見た目ではなく、脂肪感があり少しツヤのある革が使われています。脂肪感があるため傷も目立ちにくく、扱いやすそうな革です。色の展開は全部で5種類、どれも無難で使いやすそうなカラーが揃っています。ホックで開閉を行うシンプルな構造。ホックには日本製の老舗ブランド、大正14年創業の箸鳩が採用されています。非常に人気で、有名ブランドでも多く採用されている信頼のできるホック。数回開閉を行っていましたが、ホックはきちんと閉まり、安定した開閉を行うことができます。時々ホックの財布ですと場所がずれて閉まりにくいこともありますが、こちらの財布は問題なく気持ちよく開閉を行うことができます。また仮にホックが壊れたとしても、修理とのメンテナンスなどのアフターフォローも万全なのがこの黒川の財布の強み。全て自社工房で製作し、オーダーメイドもこなすブランドだからこそできる永久フォローの手厚いサポートがついています。中を開くとこんな感じ、革が重なった面白い構造です。中央部分に小銭入れ、大きく開き視認性が抜群、マグネットでくっつく面白い仕様になっています。紙幣の収納が手前と奥に1箇所ずつ、カードポケットがなんと合計7箇所、鍵の収納が3箇所ついています。入れようと思えば紙幣は60枚、カードは33枚、小銭は25枚と普通のコンパクトな長財布の2倍くらい入る収納力。もちろん普通はそこまで入れない場合でも、いざという時のために余力を残せる十分な収納力を備えています。小銭は大きく開き視認性も抜群で、たくさん容量を入れても見やすく出し入れがしやすい。お釣りでもらった小銭とレシートも一緒に収納できます。マグネットで締まる面白い構造で、小銭がこぼれ落ちないように工夫されています。試しに最大容量の25枚くらい入れてみますと、これくらいの厚みになります。25枚入れても余力のある感じ、使いやすさには変化はありません。ただ大容量入れるとなると、マグネットの効果がほぼほぼなくなり、締まらなくなってしまいます。マグネットでしっかりと締めたいという方は15枚から20枚程度にしておくと無難で使いやすいかと思います。次に紙幣ですが、手前と奥合わせて60枚までたっぷりと収納することができます。まあ、そこまで入れないという方は片方をレシートや駐車券などを入れるフリーポケットとして使うこともできます。ほぼ1万円サイズのポケットで、ややゆとりのある構造ですので、紙幣はストレスなくスムーズに出し入れができます。中で紙幣を数えて使える、小銭も紙幣も使いやすいので、現金での支払いの際でも慌てずに支払いができそうです。カードはなんと7箇所の収納ポケットがあります。まあ、そのため20枚前後は十分収納することができます。クレジットカードなどを複数持ち歩く方などに最適な構造です。どのポケットも軽い力で出し入れができて、7箇所に分散されているため、カードの種類に分けて管理ができます。
カードを店舗ごとに使い分けている方には大変便利な構造かと思います。またこの財布、左右対称の構造のため、右利き左利きどちらの方でも使える長財布になっています。やはりこの財布の特徴は何といっても収納力です。このサイズの財布でカードや紙幣がここまで多く入るものはなかなかないですので、たくさん収納したい方にはぴったりな収納特化のコンパクト財布です。カードも7箇所に分かれていて収納できますので、よく使うカード、使用頻度の低いカードを分けて収納できます。特にこの利き手側のこの手前にあるポケットはスルッと軽い力でカードを取り出せますので、使い勝手はかなりいいように思います。気になる点としましては、この小銭入れのマグネット、小銭の収納が少ない時は閉まってくれますが、量が多くなってきますと閉まらなくなってしまいます。あくまでおまけ程度にこのマグネットは考えておいた方がいい機能かと思います。それと床面、革の裏側が磨かれていなかったり切りっぱなしになっていたりと、少しラフでワイルドな見た目に仕上がっていますので、こういったテイストは好みの方に刺さるデザインの革製品かと思います。今回ご紹介しましたクラッチーノネクスト2、2万円を切る金額で購入できる収納力抜群の革財布をお探しの方、ぜひ検討してみてください。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、どうぞよろしくお願いいたします。